IBM5100 ポータブルコンピューターは1975年6月 IBMPC の6年前に IBM が市場に初めて投入したデスクトップコンピューターである IBM5100 は IBM が1973年にデモを行ったスキャンプと呼ばれるプロトタイプ PC の発展型だった1978年1月に IBM は IBM5100 の発展型である IBM5110 を発表し、IBM5100 は1982年3月に販売を終了した。その後継機としては、IBM5120 がある。なお、あとの1981年に発表、発売された IBMPC には、IBM パーソナルコンピューター5150という、 51-0というパターンに一致する番号が付けられたが、IBM PC と本機5100から5120の系列とは関連はない。IBM5100 はパームという16ビットの CPU モジュールが使用されている。IBM5100 のメンテナンスマニュアルでは、このパームモジュールをコントローラと呼んでいた。パームは 直接6 4キロバイトのメモリを扱うことができ。また、IBM5100 には、エクセキュータブルロズと呼ばれるロムと合計で6 4キロバイト以上のラム領域があり、トグルスイッチを用いた簡素なバンク切り替え機構で運用された。ユーザーが入力した APL ベーシックインタプリタは、パームが周辺機器を扱う、別々のランゲージロズアドレス空間に保存することが、 できた。IBM5100 は、現在でいうところの一体型 PC で、およそ2 5ラムの重さの小さなスーツケース程度のサイズの筐体に、キーボード5インチの CRT ディスプレイ、テープドライブ、CPU、システムソフトウェアを含む数百キロバイト程度のロム、そして最大64キロバイトのラムが内蔵されていた。 それまで部屋を一つ占有するのが当たり前であったメインフレームから比較すると驚異的な小型化を達成し人間の力でも持ち運ぶことが可能であったことからポータブルコンピューターと目打たれていた2000年代以降のノートパソコンから見ると IBM5100 はとてつもなく大型のように思えるが1975年の時点で IBM5100 ほど小さな筐体に 多量のロムとラムがある完全なコンピュータシステムと CRT、さらにはテープドライブを収めたことは技術的に驚くべき達成だった。IBM5100 とほぼ同様の構成を持つコモドール PET2001 がリリースされるにはもう2年の期間を要した。IBM5100 が登場する以前のデスクトップコンピュータは HP9830 などがあるが、 大きさこそ同サイズだが、IBM5100 のように CRT や大容量のロム、ラムを内蔵することは不可能であった。また、IBM5100 と同等の性能を持つ1960年代の IBM 製コンピュータは2脚の机とほぼ同じくらいの大きさで 500kg 近い重さがあった。この事実を照らし合わせると、 IBM5100 の小型化が当時どれほどの脅威を市場に与えたかは想像に難くない。IBM5100 はバックパネル上の BNC コネクタを通して外部のビデオモニターを接続できた。IBM5100 は内蔵モニターの画面のバックグラウンドを白か黒か選択するフロントパネルスイッチを持っていたが、このスイッチは外部のモニターの表示には影響せず、 当時の外部モニターの黒いバックグラウンドに対して、スイッチの操作に関係なく白い文字を表示した。垂直同期周波数は 60Hz で固定であり、50Hz のテレビジョン方式を採用している外国のユーザーに、とっては、多少の不便を強いられることとなった。IBM 2741コミュニケーションズターミナル1975年9月に、IBM は、 IBM5100 の拡張機能として IBM5100 コミュニケーションズアダプターを発表した。これは一種の通信機能でありメインフレームがリモートシステム上の5100がデータを送るのを許容しデータの通信を可能にした。IBM5100 で i b i d を使用する場合においては IBM5100 を IBM2741 コミュニケーションズ ターミナルと見せかけることができ、メインフレーム側は IBM5100 を IBM2741 互換機として処理することが可能であった。ただし、ebc ードはより一般的な IBM ebc ディックコードと似ているが、完全に同じものではなかった。IBM5100 には1 6イト3 2イト4 8イト または6 4イトの RAM を搭載した12種類のモデルが存在した。IBM5100 は、米国では8975ドルから19975ドル。日本では約340万円から800万円で販売されていた。IBM5100 はプログラミング言語は APL か BASIC のどちらかを選択して利用可能だった。それまで APL は、 メインフレームでの利用に限定されており、既存のコンピュータでは、12200と HP9830 だけが APL と同時に BASIC が使用可能であった。APL と BASIC の両方の言語をサポートした IBM5100 はフロントパネル上のトグルスイッチを操作することで言語を選択できた。IBM の開発技術者がベータテスターであった。 ドナルド・ポロニーズに尋ねたとき、彼はユーザーがメインフレームを使用するためには、まず APL を学ばなければならないから、IBM5100 はより簡素なパーソナルコンピュータとして作られなければならないと論評した。彼は市場のユーザーが IBM5100 を受け入れるには、メインフレーム的コンピュータではなくパーソナルコンピュータ。 として使用するのが簡単でなければならないという事実を開発技術者に強調した。APL にはベクトルとマトリクスとしてデータを操作するための強力な機能があったが当時のメインフレームの特殊な APL コードと APL キーボードは難解で APL を学ぶ初心者にとっては大きな障害でもあった。当時、 IBM のメインフレームと競合していた HP9830 は APL のマトリクス操作のためにはアドオンされている ROM とは別の言語拡張を追加しなければならないほどであった。しかし、IBM5100 は簡素な操作体系で APL を簡単に扱えるようになったためメインフレームの操作端末として一定の成功を収めることとなった。IBM は IBM5100 を販売するにあたり、数学の問題、統計的手法、および財務分析に必要な1000以上の対話的ルーチンをユーザーに提供するために、IBM5100 ともに、磁気テープカートリッジに記録されたプロブレム、ソルバーライブラリーズと呼ばれるアプリケーションソフトウェアを添付した。IBM5100 のアーキテクチャのコンセプトの一つに、 マイクロコードで書かれたエミュレータを使えば、プログラムを作り直してデバッグする時間とコストをかけずに、旧来の巨大で高価なコンピュータ向けのプログラムを、より小さくて比較的安いコンピュータで実行することができるであろうというものがある。これはシステム360シリーズにおいて、上位モデルと同じ命令セットアーキテクチャを買いモデルに、 実装した手法と全く同一のコンセプトであり、それを低コストの側に究極に推し進めたものと言える。IBM5100 にはそのような2つのプログラムが入っており、システム370メインフレームのための IBM の APL インタプリタ APLSV に若干手を加えたバージョンと、IBM のシステム3コンピュータ上で使用されるベーシックインタプリタが、 実装されていた。つまり、i b m 五千百のマイクロコードはシステム三百七十とシステム三の両方の機能の大部分をエミュレートするように書かれたのである。IBM は後に九百八十三年の IBM PC の x t 三百七十モデルで同じアプローチをとっている。これはシステム三百七十エミュレータカードが追加された。 標準 IBM PCXT であった。後年に、日本の IT 情報誌、日系コンピュータは次のように評価した。今になって、IBM5100 を見直してみると、画面のサイズが小さい、カラー表示ができない、フロッピーディスクが使えない、価格が300万円前後と、高価、といった難点、はあったが、現在のパソコンのイメージとオーバーラップする点は多い。 結局、5100のビジネスは必ずしも成功しなかったが、APL インタプリタをこの程度の超小型コンピュータ上で実用に耐えるスピードで動作させていたパソコンに関する技術力はむしろ驚異的だったとも言える。また、IBM は IBM5100 の投入で APL の普及は投資しようと目論んでいたものの、APL の表記が難しかったために普及は進まず、 パソコン市場の実情を踏まえて、次の IBM5110 ではベーシックを標準の開発言語にしたのだろうと推測された。当初、IBM5100 は科学技術計算用として発売されたが、後継の5110から5120システム23にかけて徐々にビジネス向けパソコンに変わっていったと振り返った。ありがとうございます。